わない。かなわない。アメ横に行きました。アメ横に行って小太郎さんと一緒にちょっとデートで、よろしくお願いします。おはようございます。なんか コロナを経てだいぶ変わりました。ああ、よくパイナップルとか、はい、ありました、ありました、はい、ありました、あったんですけど、今、はい、もない。あ、もう要するに衛生的に、まあ、だと思うんですけど。でも食べたこととかあります？100円で結構ちゃんとしたパイナップル食えた。ありましたよね。ああ、そっか、ああいうのがもう衛生的にダメになっちゃったんだ。そっか。いやー、ケバブ屋が増えたのと、はいはい、あとなんかもんじゃ屋さんも何軒か。へー、もんじゃ屋、もんじゃ屋、はい、多分この先にある。え、それ流行ってるんですか？そういうもんじゃ屋とかが流行ってる。俺も食べたことないからあれですけど、結構並んでたりします。そこだって結構並んでたりします。ここ意外と並んでますね。へー、こんなお店なかったな。え、これいつできたの？いや、俺も気づいたらできてたんですよ。あ、すごい、こんな店なかった。昔タイ料理屋がありました。水タバコ吸えるところで。へー、何ですか、シーシャ。あー、そうそう。へー、あ、大統領。あ、これここは安くてうまいです。うーん、こっちが本店で、2号店がここはね、よくジーパン買ってました。ジーパン買って、でも前ここも確かアパレルショップだったんだよな。で、ここの角にめっちゃ1000円とかでのアクセサリー売ってたんだよな。 ありますね。全然なくなっちゃってますね。中1とか小学校6年生とかここに来て1000円とかのアクセサリー買って着飾ってた、頑張って着飾ってました。あ、こっちが本店なんですね。本店が向こうなんです。あ、あっちが本店で、こっちが2号店です、あのビルからやってたんで。へぇ、このもつ焼きはおいしいです。はぁ、食べ歩きだったそこの大山はもう肉の大山、はい、メンチとかコロッケで中でも食えるんですか？どうします？食っています？それとも食べながらいます？食べながら行きます。じゃあちょっと買って食べていきましょう。来たなぁ。これ匠メンチ。そう、僕も匠メンチ。もうこれ有名ですもんね。昔っから有名ですよね。平日の昼飲みできるような大人になりたいです。いや、めっちゃ好きですよ。好きですよね。贅沢っすよ平日の。何県でも行けますから。ですよね。ここら辺の街で全て完結しました。昼から夜では、はい、はい、すごっ。バーガーすごっ。一人だけ贅沢じゃないですか。いやー、アブアブとか行きました？ちっちゃい頃。あ、全くですね。抜けます。はい。で、僕左の方行きます。左の。はい。ああ、懐かしい。これ昔からありますもんね。昔この通りのこの間とかに日の丸っていう、うん、あのお店があって、うん、ヤンキーの服しか売ってない店が。あれ、靴とかよく買いに来たっすね。あ、そう、ロンドン、はい、ロンドンスポーツ、これ安いですもんね。そう、お茶の水にもあって、ロンドンスポーツは肩遅れなのがめちゃくちゃ安いんですよね。ここもめっちゃ安いです。ここもめっちゃ安い。24時間やってるんですか？元気です。なんか飲みに行きたくなりますね。ここ美味しい。これ4時まで。え、朝4時まで。上野めちゃくちゃ楽しくなりましたね。絶対みんな飲んだ後来るじゃないですか。
でも全然みんなあのコロナになってもまあ元気力復活してんですか、それともまだまだですか。これもどうしてあるかなっていう、そこまで気にしなくなってきたから、いい意味なのか悪い意味なのか慣れてきた。あとは松坂屋のデパ地下おすすめです。あここは最後通っていってもいいですか。通ってみて、こんな日屋さんだったの。なくなってる。新しい綺麗なお店いっぱいですね。そうですね、だもう入れ替え激しいっすよ。入れ替え激しいですか。激しいです。もう知らない間に新しい店です。でもチェーン店が多いですか、それともいきなり個人店がバンってできることもあります。チェーン店の方がでも息は長いです。そうですね、なんかめちゃくちゃおしゃれなのいっぱい、昔のなんかあんまりそんなおしゃれなのがないような雰囲気じゃなくて結構ありますね。そうなんですよ、だいぶ生まれ変わってます。あの横っていうともうおせちの具を買いに来るみたいな。年末来たらすごいですよ、マジで。本当にもう年末来るのはおすすめしない。前もって買った方がいい。本当にですよね。こまがったらちょうどいい。こまがってちょうどいいぐらいですか。はい、じゃあちょっとこまがって、小太郎さんのバージン。バージンは誰が考えたんですか。小太郎さんが考えたんですか。同級生のオーナーがいて、なんかこう商売するの初めて。はいはいはい。となんかそのジンっていう会社を、はい、人力っていう会社をやる、はい、その初めてのバージンと人力のジンを取ってバージン。あーすごいいい名前ですね。もう何年目ですか。11年目ですね。あっちの中町、あ中店じゃないけど中町通りか、 中町っていう中町なんですね。あ中町、みんな中町って言いますか。あそこはすっごいもう入り口にキャッチがいっぱいいて、もうキャッチに1回も話しかけられない時がないぐらいの、あの小太郎さんのお店行くまでにキャッチの段階が声かけられるっていう。もう今気にしながら声はかけられないですけどね。呼び込みの人たちはいっぱいいます。まあ呼び込みっていうかボード持っていくらですって。でも小太郎さんずっと上の来てるじゃないですか。変わりました。なんか上のはなんかあんまり影響されないマジで。真っ只中でもまあまあ人出てるなっていう。まあそれいいも悪くも。こっから先はもう夜ですよ、ね。昼来てもね。そうですよね。でそんな中でも昼とかやってるところはあるっちゃうんですか。ないです。いや、ないっす。焼肉屋ぐらいかな。焼肉のランチとかぐらいじゃないですか。そんなに焼肉屋増えたんですね。めちゃくちゃあるんですよ。今やってないですけど、あのおすすめのステーキ屋が1個あるんですよ。じゃあそこの前まで、はい、いいっすか。うちのビルの隣なんですよ。そう、よくね、昔はなんかめっちゃ中学校とか小学生の最初から最後までずっとゲーム好きだったから、自転車でまず秋葉原行く、で秋葉原終わったら上野でお買い物するっていうのも、そんなこと一人ずっと自転車で来れた。自転車で来れましたね。まあ行っても自転車で秋葉原来るまでで30-40分でも、イヤホンつけながら TRF 聞きながら PR 聞きながらずっと来てましたよ。でなんかその頃はゲーム買ってゲームをどれぐらいで売るか、なんかゲーム買って売ってゲーム買って売ってみたいなのを繰り返して、そこの黄色い看板のゲインってあるんですよ。デートさんゲームの出し物、まあ、ちょっと覚えておきます、はい。上のこっち側来たらっていうか、なんか、ね、あまり伊勢とかそのとんかつ屋
ぐらいしかあんまり知らなかったから、ちょっと焼肉食いてます。焼肉もおいしいよ。あれこっちから入るんでしょ。じゃあ小太郎さんのバージンへ行ってきます。